の頃から急速に力は衰えた。8年後、獣の騎士が現れる頃には全てを知る者とのつながりを失っていた。私だけ随分長いこと生きてきたな。あの、決して危害は加えないので、僕の姿を見ても驚かないでください。君が来ることは500年前から知っていたよ、ザン・アマル君。え？はじめまして。私は秋谷稲近、人呼んで、おお、角ついとる。すみません、僕カジキなんで。いいんだ、すべてを知っていたが少々生の迫力に驚いただけだ。あ、いかなる記憶媒体も生の角の威圧感まで学ばせてはくれない。だから全知などくだらないというのだ。変わった人ですね、あなた。たまに言われる。たまにですか。いや、しかし君は存在自体が出落ちだな。たまに言われます。たまにか。